い。ということで、今回からこの妖怪ウォッチ4、僕ら同じ空を見上げているをやっていきたいと思います。はい、初めから。めっちゃ絵可愛いんやけど。名前を決めよう。妖怪ウォッチの世界へようこそ。まずは男の子の名前を決めよう。名前を後から変えることができます。これ主人公ってことでいいんかな？消えた。え、ここはどうするの？アユナでいいんかな？普通に。でもこれなんか4つの世界をさ、冒険するみたいなのによってけど、嵐が動かすのはこの子。え、どういうことだ？この子だけってことでいいんかな？わからねえ。アユナにするね。アユナくん、この名前でよろしいですか？はい。なんか目に光がなくない？大丈夫？生きてる？次に気になるあの子の名前を決めよう。名前は後から変えることができます。ふんふんふん。え、もうこれ全然ふみちゃんでいいよ、私。オッケー。登場人物全員の名前？私二人だけか。さあ、アイナくん、妖怪たちと一緒に大冒険に出発しましょう。オッケー。あ。行きますよ。いいね、いいね。なんかケイタちょっと変わった？なんだ？なんか絵めっちゃすごくない？止められなかったか？すげえ、アニメやん。だが、アニメやん。私はまたしても妖怪ウォッチの妖怪たちをあまり把握できていないんだけど。この時を待っていた。何が起きてんのこれは。あらゆる世界、あらゆる妖怪が私の思うがまま。要はみんなで協力してなんかあの黒いやつをやっつけるってこと？え、なになになに、髪の毛伸びたよ。え、て髪色変わった？髪の毛伸びたんじゃないよ、髪色変わったんや。髪色変わったよね。そこが重要なわけじゃないかもしれんけど。もはや敵ではない。妖魔界の王だったの？え、待って待って、え、消えたよ。死んだの？エンマ様。あれがエンマ様なのか、なるほどね。超不気味やん、めっちゃ手ある。えってよね、あれ。え、復活するの？あれはどういう、シリアス、めっちゃ。妖怪ウォッチ4。あ、急に平凡。チェックした、映らんのかと思った。すごいね、アニメやん、もうほんと。いやー、今日も夏らしい猛暑ですね。この暑さいつまで続くんでしょうか。死んでる。ジバニャン。アイナくん、今日はどこかお出かけしないんですか？でもやることないし、夏休みなのに暇で暇でしょうがないよ。ゴロゴロやしね、読み読んのも。アイナ何言ってるニャン。お家の中でゴロゴロするのが涼しくて一番ニャン。やれやれ、そんな調子では夏休みなんてあっという間に終わってしまいますよ。相変わらず口うるさいやつにゃん。昼寝するから少し静かにしてほしいにゃん。ジバニャンはいつでも昼寝できるじゃないか、夏休み関係なく。誰が口うるさいやつですか。私は妖怪羊としてですね。はあ、何かあっと驚くような面白いことが起きないかな。もう妖怪がね、おる時点で面白いと思うけど。もうあれか、慣れてしまったんか、ケータは。第一章、取り憑かれし者たち。お、ザ・ホーンテッド。ウィス！もうアイナくん、退屈だって言うならどこかお出かけしましょうよ。でもさ、今日は特に暑いし、また明日かな。多分明日も暑いよ。これはいろいろ理由をつけて、結局何もしないパターンですね。そんなに外へ行きたいんだったら、ウィスパーだけで行ってこいにゃん。ねえ、外へ行くんだったらさ、ついでにアイス買ってきて。買い物とかできるの？俺っちの分も、冷たいアイスよろしくにゃん。なんでー？ちょっと、なんで私がアイスを買いに行くことになってるんです？
では二人とももうすやっと。ちょっと頼みがあるんだけど。呼んでる。お母さん？ああ、重い腰を。ほらほら、お母様がお呼びのようですから、お話を聞きに一回行ってみましょう。そうだね。そこはノリノリなんやね。まずは基本中の基本、移動するときは L スティックを動かしましょう。街の中を歩き回ろうね。B 長押しでダッシュをすればもっと早く走れます。B をちょんと押せばジャンプもできますよ。街の人や妖怪見かけたら近づいて A を押して話しかけてみましょう。見づらいときは R スティックで視点変更できます。後ろの視点に戻すときは L でリセットできますよ。へぇー。あ、お母さん何の用だろう。これで視点変更。早速1階に行ってお母様に聞いてみましょう。こういう感じ。一回、ちょっと待って、通り過ぎた。あれだな。なんだ、ピタッと止まれない感じ？ちょっと通り過ぎるんやけど。なんだなんだ。お母さん！どうしたの？あのね。実はね、ちょっとお使いを頼みたいの。これはいい機会ですね。お母様のお使いで気分転換しましょう。結局行くことに。でも、今日は特に暑いから外に出るとかやだよ。にゃっほー！頑張るにゃん、アイナ。俺っちは涼しい部屋から応援してるにゃんよ。みんなの姿は見えてないんだ。おめえは行かねえのかよ。ねえ。お願いよ、アイナ。お母さんご飯の準備で手一杯なの。どう？あ、そうだ。お釣りでアイス買ってきてもいいわよ。アイス？やったアイス、アイナ。俺っちの分もアイス買ってきてにゃん。まったく、そんなに言うならあなたも来ればいいじゃないですか。来ないの？もちろん行かないにゃん。そんなキリッとされても。わかったよ、お母さん。何を買ってくればいいの？お願いね。ありがとう、アイナ。それじゃあ、卵と牛乳を一つずつお願いね。はい。そしてこれは買い物のお金。無駄遣いしちゃダメよ。でも、お釣りで買ってくるからね、アイス。お使い用の1000円をもらった。はーい！行ってきまーす。でもこれでジバニャンの分まで買ったらさ、あらこれは誰のってなら。妖怪パッドでいろいろチェック。街の中なので X を押すと妖怪パッドを開きます。妖怪パッドではいろんなアプリが使えますよ。クエストアプリでストーリーの内容をチェックしたり、持ち物アプリでアイテムを使ったりできるんです。アプリは Y で並び替えもできますので、使いやすいようにカスタマイズしてくださいね。アプリが増えてくると L、R か十字キーで画面を切り替えなければなりませんので、ご注意を。なんだかいろいろとめんどくさそうだな。とりあえず、ヨロズマートにお使い、オッケー。ヨロズマートってなんだ、コンビニやっけ？桜ニュータウン。ウィスパーは来るんやね、一緒に。日記アプリでこまめにセーブ。妖怪パッドの日記アプリを使えば、現在の状態をセーブすることができますよ。日記アプリは X で妖怪パッドをわざわざ開かなくても、ん？十字キー右？を押すだけで使うことができちゃいます。便利。ただし、ダンジョンなどの特殊な場所では、日記アプリからはセーブができませんのでご注意を。どこからならできるの？また、ゲームを進めている途中、特定のタイミングで自動的にセーブがされるオートセーブもあります。うっかりセーブを忘れちゃった、という時でも、オートセーブした場所から再開できますよ。それは、ちゃんと別のとこってことよね。多分。ヘルプの中には、L 長押しですぐに見られるものもあります。どのヘルプも、妖怪パッドのヘルプアプリで後からいつでも確認できます。ヨロズマートこっちか。やっぱりお使い行くのやめとこうか。やめないで。待って、これ反対方向じゃない？こっちやん。向いてる方向別だった。普通に逆だった。これあれかな、またこう赤信号とかも関係ある感じ。めんどくさいね。なんか落ちとった今ね。なんか光っとったよね。これこれこれ、なにこれ。キュウリ、道端に落ちてるキュウリとか拾って大丈夫ですか？拾って大丈夫なやつですか？何やってんのあの二人。なんかよくわからんけど、カップルっすかね。はい、ヨロズマート到着。入れない。いらっしゃいませ。ふぅ、あー涼しい。やっぱエアコン最高。あれか、キュッピーでセーブってことか。それではお使いパパッと終わらせましょう。お願いします。いらっしゃいませ。何でもありのヨロスマートです。お母さんから頼まれたものは、ウィス、アイナくん、アイスを買うのも忘れずに。まあ、そこ別に忘れてもいいけどね。
スパーの分もとかそういうこと。アイナは1000円を渡して卵と牛乳を買った。一緒にアイスも3本買った。ほら3本も買って。何あれガリガリ君。ありがとうございました。こちらお釣りです。ありがとうございました。よし、これでお使いおしまいっと。なになになに、妖怪？え、なに、怖いんだけど。どうした、ウィスパー？あ、ひもじい。え、ひもじいに乗り移られた？いきなり叫んだりしてどうしたの？なに、ヨロズマートには必ずひもじいいるんすか？流れ一緒じゃね？なんだか急にひもじいって感じでお腹がペコペコになっちゃって。そんなにお腹が空いたんだったら、さっき買ったアイス、今食べちゃう？お腹が空いてアイスは違うでしょうよ。ウィッス！あ、アイス。これは全部私のものでウィッス。ああ、踏んどられる。さて、これのアイス。どうしたの、ウィスパー。とにかく追いかけないと。卵と牛乳は無事なの？街やダンジョンの中でふよふよと浮く謎の物体。それがキュッピーだにゃん。キュッピーに話しかけるだけでメンバー全員の、あ、そっか、回復やったんか。HP と YP を全回復してくれるにゃん。どんな場所でも自由にメンバー編成したり、日記をつけたりできるにゃんよ。あ、やっぱり回復だけじゃなくて、日記もつけれる。ピンチの時でも一気に立て直せるにゃん。見かけたらガンガン使わせてもらおうにゃん。ウィスパー追いかけよう。ウィスパーは、こっちの方向、お、いたいたいた。怖い。ちょっと、ウィスパー！何やってんの？ひもじー。本当におかしいって。絶対妖怪の仕業だ。妖怪ウォッチでサーチしてみよう。やり方は？サーチ ZL でいいんかな。どうする？どのあたりとかわかるんこれ。あ、おった。おったよ。ひもじい。ひもじいを見つけた。またお前か。ひもじい。ポカポカ。ひもじい。あ！やっぱりひもじいが取り付いたんだ。よし。こんな時は。ジバニャン。暑い中呼び出されるんやね。出てこいジバニャン。そうよね、ジバニャンとか家におるって言ってもいつでも呼び出せるやん。召喚。入ったー。なんかめっちゃ懐かしいんやけど。入ったー。暑い中にジバニャン、プリッチってなんで外に呼ぶにゃん。まあしょうがないよそれは。ひもじい。ウィスパー何やってるにゃん。ジバニャン。ひもじい追い払って。だるいんですけど。ただでさえ暑いのに俺っちだるいんですけど、ね、このままじゃウィスパーに全部アイス食べられちゃうんだって。それを早く言うにゃん。やるにゃん。そのアイスは俺っちのものにゃん。あいな、やるにゃんよ。よし、アイスが溶けちゃう前にね。戦闘方法はどんな感じ？はい、来た。ひもじいが現れた。バトルスタート。バトルスタート。バトルでは妖怪ウォッチの使い手ウォッチャーと俺たち妖怪が力を合わせて戦うにゃんよ。敵の妖怪とのバトルはアクションバトルだにゃん。いつもみたいにエルスティックで移動するにゃんよ。アクション。そう、なんか今回のこのゲームはなんかね、人も戦うらしいっていうのを聞いたんやけど、敵の妖怪には Y で攻撃だにゃん。殴るの？あのピカピカハンマーみたいなの持ってるけど、何度も押すと連続でアタックできるにゃんよ。もちろん敵の妖怪も攻撃してくるにゃん。それ避けれるん。ダメージを受けたら残りの HP には注意だにゃん。バトル中にも B 長押しでダッシュできるにゃん。 B をちょっと押すとサッと回避ができるにゃんよ。うまく使えば敵の攻撃も避けられちゃうにゃん。でもダッシュと回避はスタミナが減るにゃんよ。スタミナがゼロになるとヘトヘトになって移動が遅くなるにゃん。気をつけるにゃん。みんな行こう。一緒に戦うにゃんよ。頑張ります。あ、間違えた。おー、すごい。なにこれ、なんか出すんやけど。ほらほら、
やったー、これ拾った方がいい。なんか玉が出てきたよ。あ、かわいい。なに、ドット絵超かわいいんだけど。梅おにぎりゲット。ひもじいおじいちゃんからおにぎり取っちゃったわ。これで一件落着やんね。ういす。あ、あれ、私は今まで一体何を。よかった、いつものウィスワーに戻ったみたい。あとでしたらもっと熱くなってにゃん。もうここでアイス食べたいにゃん。てか1000円やったんやったらもうほとんどお金残ってないんじゃない。キーンと冷たくて最高。ふう、まさか私のアイスだけひもじいに食べられちゃってたなんて。あ、つらっ。あゆらじゃん。お、クマ。ほんとだ、久しぶり。あ、そっか、夏休みなんやっけ今。ちゃんと左右確認しよるね、えらい。クマ、カンチ、久しぶり。しばらく見なかったけど、どっか行ってたの。さっき旅行から帰ってきたばかりでさ、ちょうどカンチと話したんだよ。そうそう。それで、さっきナイトプールの話になって。ナイトプール楽しそう。うん。パパとママと行ってきたんだ。夜のプールっていいよ。昼間より全然涼しいし、ライトアップされているから SNS 映えもバッチリ。でもプール SNS にあげるのちょっと嫌じゃない？なんか映り込んどったら嫌やし、自分はどうか知らんけど。俺はキャンプ場行ってきたぜ。バーベキューすっげえうまかったし。おまけに近くの森じゃカブトムシが虫かごいっぱいに取れたんぜ。へぇ。いいなぁ。やっぱり俺もどっかに行きたいなぁ。まあね、行ったら楽しいよね、みんなで。ウィス、アイナくん、おしゃべりもいいですけど、私たちはお疲れ様なんですよ。あ、そういえばそうだった。早く帰らなきゃ。そっか、じゃあまた今度な。バイバイ、アイナ。うん、じゃあね。見た目的には、あれだよね。のび太、ジャイアン、スネ夫って感じだけど、全然同等な感じっていう。早く家に帰らなきゃ。バトルメンバーのいろんな能力。バトルに参加できるメンバーは様々な能力を持っています。HP はメンバーの体力です。これがゼロになると行動できなくなっちゃいますよ。YP は陽気パワーという陽気の源です。技を使うのに必要な大事なパワーでミス。腕力と物理守りは剣やパンチなどの攻撃と防御に影響します。妖力と妖術守りは妖術系の攻撃と防御に影響する能力です。素早さはバトル中の移動速度です。これが高ければスイスイ避けられますよ。素早さ以外はレベルアップで上がります。レベルをガンガン上げて強くなりましょう。素早さは上がらないの。それは生まれ持ったあれってことですか。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これはあれなんかな、一応右下にさ、時間とか出とんやけど、経過していくんか。今のところちょっと注目して見てなかったけんよくわからんねんけど。